はい、えー、それで始めてまいります皆さんこんにちは、えー、では根本運のが伝授年明け6ヶ月の学習法、えー、のついて会談の方をしていきますこちらの方は第一部第二部と分けて説明していきますまず私根本の方からは第一部として基準点突破経験がある方もしくは現時点で基準点突破,け突破レベルまで力がある方その方を対象にしたこれからの勉強法でその後運の講師の方から基準点到達経験がない方もしくは来年初受験の方 を対象にガイダンスの方をしていこうと思いますレジュメの方見てまいりましょうレジュメの方一ページの方を開けてください当連徹底活用日と年明け6ヶ月の学習計画まず当連活用日と書いてあります一番当連は一体何のために受けるのかと一自分の弱点を見つけるためです あの家で落ち着いて過去問解いているそれとこちらまで来て時間制限受けて問題を解くぶっちゃけ同じ問題なのに間違えるんですよ。やっぱりこれっていうのは自分の弱点を見つけるために通れんっていうのがあるとまずそう思ってください。分かってないところを見つけるために受けるんだと。 で2番バランスの取れた学習をする家で演習しているとどうしても同じ科目もしくは好きな子の科目もしくは苦手な科目だけ何か偏った演習ににななりりがちになりますでもこれ登壇を受ければ無理やりですが演習することになるので自分が望んでない科目望んでない分野でも受けざるを得ません。 バランスよくやるためにも当然ってのが必要になります。3、出題実績な論点をさまざまな角度から検討するため同じ過去問でも事例形式にした瞬間間違える。主語・述語を変えるだけで間違える。末尾をあるからないに変えるだけで間違える。一つの過去問をいろんな角度で出してきます。 実際自分が本当に過去問を習得しているか、それもわかります。五。あ、四、四か。学習理解度のチェック、学習の方向性の修正。自分の今のやり方で本当にいいのか。特に点が取れる勉強をしているのかってことなんです。結構、年内の勉強は自分の満足度を重視するものです。 でも満足はするけど点が伸びない意味がないんですよその自分の勉強で点が取れればそれでいいんですで点が取れないでのであればやり方を変えなきゃいけないとで5番学習ペースをつかむため3か月で強制的に1回回すやっぱこの強制力は違います自分でやるってなるとどうしてもなあないになってしまう 強制力があるっていうのはやっぱり大きいですそして6番ボクサーって3分単位で練習することがあるそうです3分を体で覚えさせるためにこの試験午前は時間足りると思うんです足りなくなるのは午後ですよねで午後3時間 どれぐらいだと1時間経ってどれぐらいだと2時間なのかとかいろんなことを試してほしいんです焦った時の自分とか落ち着いた時の自分とかいろんな自分で3時間を味わってほしいんですよ。そして7番「未質論点を習得するため」と。 まあぶっちゃけ1から7で言いたいのは1と7ぐらいです一番やりたいのは1と7なんです時たま聞きます当連でミス論点をつぶ抑えるのはやめましょうとその意見に私は大反対ですなぜかを説明します下下ののを見て下の枠を見ててください四角枠 えっと問題のレベルを3つに分けました基礎レベル66%以上の正答率のものこれっていうのは基本的な足だけで答えが正解できます一方次40%以上のものについてはこれどうやってもね二択になっちゃうんです一択は基本知識でいくんだけどもう一択はどうしてもいかないで最後は39%以下それがまあ運になってしまうものですじゃあよく言うんですよあの「当連は受けるだけでいいんだ」と。 であとは基本的な問題を繰り返すだけで受かりますよと基本だけやってら大丈夫なんですよと当連なんて受けたってダメですよと基本を繰り返しましょうって聞くんですじゃあその基本で受かるのかってことなんですよ下を見てやってください今年の問題です全部で言うと基本レベルの問題が20問しかありません2択に追い込まれるのが13あります 基準点が 25, ですよで25取ったって基準点ギリギリじゃ足りませんよねプラス上乗せ4がいるとしたら29九星とかなんです同じように5号基準点は22です理想はプラス4も上乗せを26です基本レベルでは18しかいかないんですあのまずね合格者が言う基本だけで私は受かりましたって言葉は もうあれはペテンですペテンでですなんでペテンかっていうとねじゃあね聞いてみますよこれはど,どっちの知識とこれ基本じゃないですかとめっちゃ応用なんですよめっちゃ応用なんですよ俺こんな基本で間違えたんですよといやてかこれまだ出てないまだミス判例だよいや僕のことは基本のつもりなんです合格者にとっての基本っていうのは不合格者っていうのはね応用なんです基本だけで受かったって言葉はほとんど嘘です なので、合格者がそういうことを言ったとしても、結局合格者ってね、なんだかんだ知識量多いんですよ。多く持ってるやつには勝てないんです。いや、あとこういうのを聞くのね。基本的な知識を持って、現場でね、賭けに出ればいいんだよと。賭けに出て、法的思考力を使えばいいんだよと。いや、私もね、直前の2ヶ月だったらいいよ。そう言うよ。あの、あと半年あるのに、 この試験、一生に一貫試験を賭けにしたいですか法的思考力を使うというのは単純に賭けですよ。賭け事です。直前期になれば、もうそれはしょうがないと思うんです。その賭け事になるのはしょうがないと思うんですけど、今のうちから本番は賭けにしますというのはよくないと思うんですね。最後に1個。1を聞いて10を知るって方がいます。 そういう方はいいい方はんです基本だけやってればでも大抵10聞いて7忘れるんですよ。大抵そうなんです <laughs> だとしたら単純に覚える量を増やした方がいいんです。あのつくづく思うんです。基本を繰り返して落とさないようにするそういう勉強も確かにありです。でも私思うんです。覚えだって忘れるんですよ忘れてもいいからそれ以上覚えちゃえばいいんです。 なのでぜひこれ当連でやってほしいのは新しい知識をどんどん得てほしいんですじゃあなんで当連がいいかっていうと間違えた方が頭に残るんです単純にねテキストなんてはいこれ今年出るから頑張ってる当連である見たことねこれ B 悪いやつだな B 悪いですだからバッてウソ丸なんで そっちね、ああったそっちねと残り方が違うんですよなので本当に当連で意識してほしいのは弱点を見つけることと新しいことを得ていくってことこの2つになりますその上で次のページ じゃあ時期によってどんなふうに当連って違うのと。と言いますとこちら1月から3月の当連とそれ以外は絶対感覚意識を変えてほしいんです左側1月から3月の当連は高得点を取るとか本試験のシミュレーションという感覚は全くいりませんやるべきことはその下弱点の発見と新しい知識そのために受けてください受けてください で逆に右側4月以降はむしろ逆で基本は上2つ高得点を取ることとシミュレーションにいってほしいんですよだから目的が違うから受け方も違うんです一番初め3番いきましょう1月から3月までの常連受講中意識すること復習を効率的にすることこれを意識しながら解くんです もう受けだがら一つ目「丸×をはっきりさせるこれは誰でもやってるんだその下「×」のところは「理由が分かるように書いておく」「×」は理由が分かるように書いておく」「線を引く」とか「軽いコメント」を入れる「線を引く」とか「軽いコメント」を入れるあのー、最悪の事態はこういう感じね「×」「丸×」「×」「うちに帰る」 バスと書いてある。なんで俺はこれをバ罰にしたんだろう。うん、もう一回読んでみよう。うん、俺今的には丸だと思う。でも当時バスって考えた。なんで俺は当時バスと考えたんだろう。五分経過。この時間は何これ。結構無駄な時間が増えちゃうんですね。で、基本的に復習する時には、もう一回問題を解くっていうことはやめてほしいんです。 もう一回問題を解かないようにするためにねもう受けながら自分でバツだけは理由を入れるってことをしてほしいんですあ丸はやめて丸はあのね丸は自分が思った論点が正しいと思って丸にするだけだって論点そこじゃない可能性あるのだから自分はねこう見たときにこの論点だと思って丸だと思ったら論点は別のところでしたということもあるので丸ってあんまり意味がないバツは確実に自分はここがバツだと思って×って振るんだからそのバツのところは 線を引くなり軽いコメントを入れるなりしてほしいんですで次これはやってますよね曖昧な足に、まあ、三角をつける多分これはやってると思いますね次解説を読みたいという足にマークするあのー、私も受験生の時結構やっぱり丸暗記で覚えてる生礼って多かったんですよ うんなんかよく分かんないけどこうなってんだね。で当連出るとねすごく嬉しいんですそれが出ると解説に理由が載ってるんじゃないかとやっとあの理由が分かるとって思って、まあ、そのあたりこうぐる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 まずけて解説を読むで理由が載ってるとなるほどねとっていうことも結構ありました次思い出すのに時間がかかった足にもマークをしておく特に午後 あのー、午後ってできればいいじゃんすまないでしょ早く思い出さなきゃいけないんですよだからできたできないじゃなくてうわどっちだっけこれ確か確か表の左上でああぼやけるどっちだっけな表は覚えてる表はわかる表はわかるんだけど丸だっけな三句だっけないや3句ないバスああ丸で当たってればいいんだけどもしそれ当たってるのもやっぱり見直すべき時間食っちゃったものはやっぱり見直すべきなんですよ で記述式雑に2台解くなら1問だけにしてください、あのー、実力要請編全部に均一がついていますが1時間半残っていれば2台やって1時間半残っていればで1時間しか残ってなければ1台でやめてください1時間しかなかったら1台解いてやめてください2台は解かないでくださいあの1時間で2台解いたやつも雑に解くとになりますで雑に解いたってもう1回解くことになっちゃうんですよ でもっと言っちゃえば雑にやっちゃうからあのね初見の問題が減っちゃうだけなんですできればもうその時は不動産商業どっちかに絞ってしまって1問しかやらないにしてください繰り返しますが3月までは成績出すことが目的じゃないからね成績出すことは目的じゃないんですから。 で次4今度は4月以降の登練もしくは模試で意識すること1個目点数を稼ぐことを意識するもう復習どうでもいい復習どうでもよくて点を取るためにやってくださいで表の下にポチが3つあるんだけど1個目のポチ見て全足検討か軸足にするかですでこれは 安定した点を取るんだったら絶対全足検討なんですで時間を考えれば軸足なんですよこれを全問題全足でいくのか全部軸足でいくのか科目によって変えるのかこれはいろんな練習してほしいんですねまたこの点のところについては直前期でも何かのガイダンスの時に説明しようと思います全部全足か全部軸足か科目で分けるか ただ3月までの模試は絶対来ないなんで3月,3月までの模試は当連は必ず全部見て、ね、軸足でておいて答えが出るなんかどうでもいいから答えの番号すらなんかどうでもいい一問一問丸ばつかいけるかどうかです次2つ目5科目2時間50分程度で終わらせるようにする2時間50分程度3時間よりちょっと早めに終わらせる 実はそれ次にもつながります受験回数が三回目以上自分に負荷をかけて演習をしてください初めて受けた模試当練周りに知らない人がいっぱいいるよくわからないああの人顔も汚いけどテキストも汚いすごい頑張ってるんだなんとなんか怖い周りが怖いあ、すごい緊張する四回ぐらいになります お願いしま,すまたいますあいつまだいますいつもあ,のあそこさんでね大丈夫いつも俺ここうんはいはいまたいつも係員の方だ来ますえ何の緊張もしません本番は絶対緊張するんですよ本当に多いのが当連で点数が取れるでも本番で思いっきり緊張しちゃう1回目の受験生の方が強い点っていうのは、ね、ここがあるんです1回目のの受験生っていうのは 普段の当蓮模試ずっと緊張してるんです。で本番も緊張するんで緊張に慣れてるんですよ。受験経験が長い方は残念ながら当蓮模試緊張しなくなってたんです。で緊張する訓練ができなくなって本番だけ緊張したんです。なので何か負荷をかけてほしいんです。負荷を。 この負荷の書き方いいろいろあります。例えば遅刻していくあの、ね、早く出すはだめね30分早く出すって言っても、ね、どうせ甘えるんですどうせ甘えてギリギリまでやっちゃうんですよ元から30分遅刻する私がやったことは、ねえっと、30分遅刻するでこれ次はお勧めしない二日酔いでいくいや,やりましたよ あのね、とんでもない量を飲んでいったんですもうね頭ぐるんぐるんに回んないので回んない状態で午前科回目でね17070の問題の時に解いた時に、ね、なんか出そうでしたもんでもねできたんですでそれできたので結構自信つきましたあこれいけると自分結構頭混乱してもいけるんだなと結構自信つきましたあとはやったのは睡眠え完全に寝ない徹夜 あの怖かったんですよ、あのやっぱり直本番直前日ね、寝れなかったらどうしようと、で寝れないときの訓練として、寝ないで受けたんですで、普通に全国10位取りました、えー、ちなみに本番前日、ぐっすり寝てました。<laughs> でもやっぱり、やっぱおっきいんですよね、徹夜でも大丈夫だったんだから、寝なくてもいいやって思えるんです。他に、本当にね、他にもいろんな負荷があります。 あの私は受験生の時にはあのちょっと小さい校舎でわざと受けるっていう人がいたんです小さい校舎ねあの3人掛けであの3人座らされるでね前後もすんごい救急でそういう劣悪な環境にわざと行く人がいたんですねでそういう劣悪な状況に行けば本試験で劣悪になっても行けるとなんでねいろんな負荷の書け方があると思いますぜひ試してみてくださいじゃあ右のページいきましょう 5番。五科目の答連で意識してほしいことがあります。それが過去問足かどうかを意識して解くことなんです。つまりね、あの一詞一詞丸ばつけるときにね。過去問か、過去問じゃないかがね、分かるようにしてほしいんです。過去問で丸なのか、過去問でばつなのか。 あの理由が2つありますまず5科目っていうのは過去問に頼るところが大きいんです下を見てやってください左が科目左側過去問知識で正解までいく問数が載っています今年がトータルで11昨年が16です正解までいくやつね一方逆に右側過去問で2択までいける2択までいけるのが今年10昨年が8 やっぱ問数が多いっていうのは一つあともう一個は過去問って手堅いんです手堅いんですあの午前科目の場合はねこうなってる知らないけどこうなってこうなってうんこれは法的安定性からすればこれはまずいよってこっちは罰だと当たり5科目こうでよしこれは陶器いやこれはダメだこれは中間省略になっちゃうからダメだよって罰えなんでだよ 本来中間集落陶器になるところであるが日付を見ればかるからこれは許される。ふざけんなよ午後って結局もうこっちを飛び越えた論理が何回来るんですよ。あの無理なんです。こっちがいくら考えたって。ってなるとやっぱり過去問だったらね確実に知ってる過去問だったら手堅くも切れるんですよ。なのでぜひね過去問足かどうかってこともねマークしてほしいんです。 そして次、6答連後にやるべきこと共通間違えた足の分析知っている知識だけで正解までいけたかとあの軽く見てみてもいいですかね例えば自分が知っている知識が「あ」の「丸、い」の「×」しかなかったとでこれで答えまでいったとで答えまでいったらそれで構わない「あ」の「丸、い」の「×」で答えまでいきゃいい。 また「あの丸」おの「丸お」の「丸で答えが出るもうそれはそれでいいんですよ逆に、ね、自分はあの丸「あ」の「丸い」の「×」しかいかなかったあとは全然知らなかった答えが出なかったそれは間違えても気にしないでくださいもう一回言います自分の持っている知識だけで答えまでいかなかったとそれは気にしないでください それは普段の皆さんの勉強が間違っていたではなくこれから増やすべき部分なんですあの大きいのはね知らないことは知らないって言えることなんです知らないことを中途半端に考えて丸ばつける方が悪いんです知らなきゃ知らないでいいのでそれを認識してほしいんですよだから特に正解数もちろん答弁終わったら正解数で考えるよ でもそれ以上に自分の持っている知識だけで答えが出せたものそれを間違えた場合はダメなんですよやったことがあるのに間違えたそれは反省すべきでもやったことがある知識だけで答えがいかないんだったらもうこれはしょうがないって割り切ってほしいんですでは最後えっ、ー、とページめくってやってください4ページ以降になります えっと実力要請編の解説レジュメと載っておりますであの実力要請編私が担当いたしますで私の担当なんですけど全、えっと、科目担当なんですが、えっと、全ての問題について問題のレベルを入れておきました、えっと、空欄になっているものと二択っていうのの難問って書いてあると思います下の方を見てください問題の難易度空欄基本的な知識の組み合わせだけで答えが出せるもの全足が基礎知識とは限りません 例えばさっきの話で言うと、あの丸といの罰が基本知識。これで答えが出れば基礎レベルです。たとえば、う、え、おがえげつなくても、う、え、おがえげつなくても、基本的な足だけで答えまでいけば基礎知識としています。で、次、二択。これは基本的知識だけでも、どうやっても二択にしかならない。こういうのを二択と振っております。で、最後。 難問もうその分野ぜもう完全にやってないと無理、まあ、勉強しなきゃ絶対できないといったものは難問としていますで実力要請編を受けられる方意識するのは空欄のミスがどんだけ少ないかなんですで空欄でミスった場合はぜひゆっくり問題を見てほしいんです例えば自分があの丸と 意を法的思考力で切っっちゃったた。と、でで間違えたでもよくよく見ると「尾の足に基本的な問題があったとそれで「あと」で本当は答えが出せたとそういうミスもあるだろうし本当に基本的知識にミスがあることもあると思うんですこの空欄でミスした場合はちゃんと何で間違えたかと足のとえ検討する足を間違ったのか本当に知識が間違っていたのかそこを見てほしいんですよ 逆に2択で間違えた場合はもう気にしないでくださいもう2択で間違えた場合は賭けで負けただけですからもう賭けで負けただけですからもうそれはもうはっきり言えば運がなかったというだけですもう運がないって分かった場合はねもう墓参りとかあの神社とかね必ず行きましょうあただ今行く必要はないあの直前期ねもう本試験ギリギリになってからでいいです当連で運を使わせされませんからなんで点数はもちろん重要だよ重要かもしれないけどやっぱりね空欄のミスがどんだけあったかを見てほしいんです で真ん中あたり、到達目標の点数、こんなことを毎回、ね、ご指示をいたしますので、ぜひ受けられる方、解説講義に期待してください。では、これぐらいにしまして、右のページから、ここから半年の勉強についていきたいと思います。はい、まず1 当連をベースにした学習計画。1、各論。1月から3月までの学習計画。左側、当連予習型。右側、当連復習型。左、当連予習型。縦に見ていきますと。第一段階、当連の範囲を読み込む。それ第二段階、過去問なり当連を解く。で、過去問。平成10年以降を解くか、直近2問だけ解くか。 でここはもう残された時間で決めてください読み込んだ上で時間が取れるなら10年以降のものを解けないし読み込んだ上で時間が足りなければ2年分でもしょうがないと思いますただよほどじゃなければ読み込みは絶対やってください読み込みはというのは4月以降って基本的に皆さん解く方向になるんです 読む時間、ゆっくり読める時間はここが最後なんですよ。でその下当蓮受講後に行うこと足ごとに生後の確認そして間違えたものについてだけ解説を読む知らない足か勘違いかを区別特に意識するのは2個目間違えたものだけ解説を読むここは絶対に 絶対守ってください。間違えたものだけ読む。一番まずいのが全足解説読むです。あのこれやるとね当たってた。でもちょっと怖い。一個一個解説読もう。足のあ、うん、こういう知識俺丸にした。オッケー。足のい、俺こういう踏んだ。オッケー。う、あの分かってます。これもう一回やってますよこれ。もう一 回演習しちゃってるんですよあのわざわざ2時間かけて演習してうちに帰ってまた2時間以上かけて演習すると何のためにやったのなので間違えたものしか読まないようにしてくださいそして第2段階インプットテキストに知らないものを反映する間違ったものを反映する知ってるものに反映知らないものは反映する知ってて間違えたものを反映する 本当は両方やってほしいでもね最低でも知ってて間違えたものそれは絶対色は反映してほしいんですテキストの方にね自分はこの知識やったことがあるのに間違えたとレジュメの方5ページを見ております で下を見てくださいカレンダーカレンダーというか、えー、日曜日からのやり方を載せています日曜日に当連をもし受けるとしたら日曜のうちに受けてその日のうちまでに復習を終わらせてくださいその日までに終わらせてくださいでもしこれが終わらないんであれば何か無駄なことをしています読まなくていい解説を読んだりとか、えー、読まなくていい解説を読んだりとか、ね、あとね問題のレベルで難しすぎる問題星の1のレベルの問題 そこまでやっっちゃってるとかで。もしちゃんとやってるんだけどどうしても時間食っちゃうという方はもう復習する足を絞っちゃってもいいと思うんですこれねちょっと左側のページ4ページの一番下見てもらっていいごめんなさい4ページの一番下すいませんちょっと今日物がなくて申し訳ありませんえっと「復習度星3星2」って書いてますが一問一問復習度を星3星2と入れてます1足1足ね 時間があればちゃんと星の2までやってほしいんです。でも例えば時間がない、もしくは点数がちょっと低くて、全部復習したら1日終わらないと。っていう方はもう星の3に絞ってもいいと思うんです。とかにかく一番守ってほしい目標は、その日のうちに終わらせるってこと。その日のうちに終わる範囲でしかやらないってことね。 まあその後から月曜日から水曜日、まあ、木曜日までいくのかな次の回のインプットをするで金土でアウトプットをしていくで多分現実的には2問しか解けなくなる場合は、えー、土曜日しかできない可能性もありますでこの土曜日のタイミングでお願いしたいのが期日を1問解いいてほしいんです特に働いてる方平日はもう期日はやんないでください 平日期日期はやらないいでくださいもったいないからうちに帰ってくる勉強が8時9時ぐらいから始められるかけられて3時間期日1問1時間ちょっとかかってしまう残り2時間期日1問解いて得られる知識はどれぐらいそれその1時間に託しい,いたらどれぐらい平日ってやっぱりもったいないんですよ。 期日に時間を使っちゃうのはなんで平日は均一はやらないもう平日は択一勉強だけにしてほしいんですそして、ね、日曜日に当連で均一を受けるからそのためにね一日前に均一問題をやってあそうだったね不動産投機こんなふうに解くんだったね、うん、商業こんな感じで解くんだよねとで一日前にやって翌日新作を解くとそんな感じです 一方この右、当連復習型当連受講後に行うことほとんど同じですが三つ目だけ違います当連中思い出した論点を確認する当連中思い出したものそういえば似たのあったなとというのがあった場合それをぜひ確認してほしいんですで、この復習型の方の場合 当連の復習は月曜までできればかけてください。結構しっかりかけてほしいんですあの復習型の場合方はねあのいろんな論点を思い出しますからそこを探したりとか確認したりする作業が結構かかりますのでむしろ時間をかけてくださいむしろここに時間をかけてください2日かけてそしてその代わり水曜火曜から金曜は「当連」と関係ない科目をやってください 東連,連が民法であれば会社法をやるだとかもう全くあさっての方向の科目の勉強をしてほしいんですそれで土曜日もうこれは期日にどっぷり使ってくださいもう一日かけてねもう問題を解くとかひな型の練習をするとか何でもいいですもう一日期日だけに時間がかけてってください はいでちょっと下米印入れました、えー、実力者の方は期日2台解いてから択一解くことを当連でおすすめしますあの期日 2, 2台解くと多分択一の時間減るんですよでそうするとね焦って択一解くから出てきますよいろんな焦りに伴った弱点がなのでこれもしね であの事件回数が3回以上である程度自分で実力あるなという方だけお願いしますあのやってみたらね記述で2時間40分かかっちゃったとあのそれもたくさんく意味ないのでやめてくださいはいその下じゃあどちらで学習すべきか基準点到達者はこれは当連復習型でいくべきです でただあの、基準点到達した方でも、2年目次が2年目の方は、できるだけ予習型で、2年目の方はできるだけ予習型でいってください。というのは、2年目の方は結構、知識の抜けが早いもんです。なので、2年目の方はできるだけ予習で、そうじゃなければ復習型でお願いします。理由があります。理由、予習すれば、解けるに決まってます。 3時間が無駄な時間になるんです。いつも言ってることですえ。基準点突破した人が予習する。それを何というか、ドーピング。ドーピングすらずらずにくに決まってるんですよ。あのね、もしドーピングする方は、1回でもね、30問切ったらもうね、自殺もんです。1回でも30問切ったら自殺もんです。それぐらいだと思って予習してください。 でなおかつ、ね、おすすめできないのはもう1個なんです弱点見つける機会が4月以降になっちゃうんですよやっぱりそう考えてともったいないんですなのでできるだけ4月以降、えっと、こちら、えー、基準点と突破したか経験のある方は予習なしでいってほしいんですねでそれで弱点を見つけにいってほしいんですでページめくりましょう6ページ7ページ で3月末にやってほしいこと左側今までの成績を見てほしいんですコンスタントに偏差値60ぐらいいっているそれ以外一番下40代で止まっちゃってるそれぞれ見ましょう右側4月以降四月以降60をキープしている方は知識を維持する学習へシフトするもう伸ばさない 後で言いますがメンテナンス中心ですで真ん中このレベルの方は実力を伸ばす方向で考えてほしいまだまだ足りないで一番下偏差値が40で止まっちゃってるという方はもう4月以降一旦通れんはやめてください過去問なり基本的な問題をやれば まままだまだ普通に伸びますその方が登壇を受けることによって3時間下手すら往復時間合わせすら5時間6時間もったいないんでやめてほしいんですじゃあそれでどういう勉強をすべきかっていうのが下の方に入れました4月から5月までの学習計画とと載っていますでここに載っているものは一つのサンプルだと思ってくださいでご自身が これに合わせてもいいし、全く別方向で言っても構いません。考えてほしいことがいくつかありますので、項目だけ挙げておきます。左から。当連とどう付き合うか。期日対策をどうするか。全科目、一回しはやるべきです。そして、単純暗記作業に入るべき。過去問演習もしなきゃいけない。 一番実力要請も解かなきゃいけないとでそれをどのタイミングでやるかそして何をすべきばしたらいいのかとといったものの、まあ、一つのひな型一つね、まあ、モデルケースを入れましたのでぜひ参考にはしてくださいちょっとごめんなさいもしよかったらお付き合いお願いします からの学習法って大きく2つあるんですよできないことをできるようにするっていう実力を伸ばすっていう方向とあともう一個はできるんだけど一応どんどん確認していくできるんだけど確認していくっていうメンテナンスですで4月以降の学習で常に意識をしてしいのはどっちを重視するかですできるように伸ばす作業を重視するのか メンテナンスを重視するかですでねこれできないことをできるようにする作業の方が点は伸びるんだけどあのできることがねできなくなる可能性なんです逆に、ね、メンテナンスばっかりやると新しい知識がつかないんですよだからどっちをやったらいいって言ったら答えがないんです これもバランスよくやっていくしかないと思うんですよ。で、一つの指針は毎週受けるもし当連です。もし当連で知らないものが多かったのか知ってるのに間違えたものが増えてきたのかだと思うんですよ。知ってるのに間違えたものが増えてきたんであればそれはメンテナンスです。逆に それはないんだけど点が伸びなければやっぱできないことをできるようにする作業です。ぜひねあの1週間1週間どっちをやるべきなのかっていうのをね考えていってほしいんですよ。ちなみにねこのメンテナンスで一番厄介なものは何かっていうとマイナー科目です。 極論マイナー科目今日覚える明日忘れるっていうか覚えたつもりで覚えてないんだけどねこれが多いんですよだから本当にマイナー科目の知識っていうのは本当に手で水をこう持ってる状態でちょっとでもないけどわーってこぼれてしまうとなので定期的にメンテナンスをしなきゃいけないのがこのマイナーなんですでいろんなやり方があると思いますが一つおすすめがありますマイナーのメンテナンス 当連が日曜とします土曜日は絶対マイナー科目土曜日は絶対マイナー科目だけあると結局その当連申し受けて間違えたっていうふうになるのが嫌なんでしょだったら毎週土曜日にマイナーだけやるんですよマイナー科目だけずっとやってそうしたらニワトリは三歩歩くまでは覚えてる人間は3日はいける人間3日はいける である意味言っ今この前日でやるってことは一時記憶ですよ一時記憶だけど一時記憶を4月から毎週土曜日やってごらんそこそこいくと思うんですでそれやっていくとだん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 このマイナー科目は結構力がついてきたから抜いても大丈夫かなというのも出てきますということでできないことをできるようにする作業と メンンテナンスこれを1週間1週間意識してやってくださいでどっちを重視すべきかは毎週考えてくださいでできないことをできるようにするっていうプランが右側の方ねでメンテナンスが左側の方ねメンテナンスが左側だと思ってくださいで次に皆さんに直前期学習で意識してほしいのは インプットかアウトプットかどっちにするかです。まあ大抵はアウトプットです。ただアウトプットメインで知識が伸びなかったら絶対インプットに振ってほしいんです。これは結構いろんなところで言いますが問題演習ばっかりやって点が伸びない方はもう図表を覚えたから点が伸びます。覚えが足りないんですよ。逆に。 読んでばっかり点が伸びない人は解いてないんですそしてアウトプットだとしてもそれを過去問にするのか答れにするのかあのまあ極論ね 基準点突破した人いってかね基準点が突破できているレベルの方は過去問はね特に民法あの文章長いだけであの得られるものが少ないんですよで会社法に至ってもあの、ね、会社法もあの簡単すぎる問題とえげつなすぎる問題があるんです過去問会社法の過去問ってでこのえげつなすぎる過去問って二度と出ないんですよ でもやっぱり難しいからこれ出るんじゃないかと思って頑張っちゃうんですってなると午前いるのかないるとしても憲法刑法ぐらいかなとそんなふうに今考えてますその上で言うとメンテナンスだったらやっぱり過去問です伸ばすんだったら当然だと思うんですこれも毎週毎週決めるべきことだと思うんです だから結局今の時点から4月以降これをやるってことを決めきんないほうがいいで4月以降に関しては極論あのできるだけ毎週毎週変える毎週何するかを変える考えて決めた方がいいと思うんですはいでは右のページいきましょう7ページかな で6月からの学習計画、目標、知識の最終確認、これはどの方でも同じです、もう絶対、新規のものを入れないでください、この時期になったら、新規のものは絶対に入れないでください。いかなるレベルの方でもでもす あのこの時点で入れるともういろんな知識が入ってるから下手すれば既存知識を壊しますで新しいものはもう入れないで極論ね例えばもしとか通連受けちゃうと新しいものが入っちゃうとって思う方はもう受けないって決めてもいいと思うんです下手に受けると新しいものが来ちゃうんだったらもう受けないこの時期になったらそれでもいいと思うんですでどうしててももそれでも怖いって方は もう6月になってもし登壇受けてもね復習もしないもう受けて帰るだけ受けて丸葉つけて点数見て帰るだけもう下手に復習すると頭に残っちゃうからあもちろんねどうしてもなんか見たいなってものは復習していいよそうじゃないうのくてがっつり復習するのはもう絶対やめるでそれより意識するのは右側です自分を納得させる学習です もう極論もねやりきったとやりきったっていうふうに思うための学習をしてほしいんですでどこまでやればやりきったかはもう一人によって違いますなのでできればまあ下の方にねいろいろ入れましたこれも本当に一つの指針ですあのできればね自分が6月になった時にね何やりたいかってリスト化するといいんです 何やりたいかとで理想化していってでそれを当てはめていく多分一番それがね自分の充足やりきった感が出ると思うんですやっぱりこう思うのがいろいろ言っちゃいますねまだ6月冒頭いいんですよ6月の最後の一週とかねなんか超直前最終チェックとかってやるじゃないですか意味がないからあんなのあんなところで入れたものはね覚えるわけないんですよ やってるのは単純に俺はやりきったとだから大丈夫なんだってためにやってるんですやっぱりこれっていうのは自分のモチベーションにかかってきますぜひねこれはやりきった感を目的にやっててくださいただ1個だけお願いがありますそれが2つ目の記述です1個目のポチ不動産商業一問は解いてほしいどっちか一問は解いてほしい もったいないなけどねやっぱりどうしても勘なんですよ、起立って最後は勘ですよ、最後はで勘ってやんないと鈍るんです。で、下、米印。で、時間が取れない受験生の方は、もうなすべき登記を確認する、もうそれで終わりでいいです。不動産登記だったら、なすべき登記だけ全部書いてメモったら、もうそれで終わり。で、商業登記は二つ、2回申請があるんだったら、1回の申請だけやって終わりにする。 もうそれでもいいから勘を失わせないのが目的だからどっちかだけでも構わないはいで最後に5番です見直してほしいこと3年目以降の方 昨年の本試験1週間2週間前の学習内容をもし記録が残ってたら見てほしいんです記録が残ってたらいいですでその下見てほしいんですがそれ見ててねあこれ聞いたなっていう学習があればそれは絶対やりましょう聞いたなって思ったもんねで逆にその下「惰性でやっちゃったなと」とっていったものはもうこれはやらないようにしてほしいんです 周りから言われてねこれやった方がいいよと思ってやったんだけど自分には効き目がなかったなって思う学習があったはずなんですそれは絶対やめるべきだと思うんです直前期の学習って絶対みんな悩みますで正直正解なんかないんですよでご自身に合ったものは正解はあると思うんですでそれは去年やった自分の履歴を見れば分かってきますぜひそういうのを使ってみてください 最後になりますよしよし私の方はまだこちら、えー、本校の方に残っておりますので、何かあればご相談してください。また、地方の方で私の直接、ちょっと相談をしたいという方、えっと、21日と25日、電話での相談を今、受け付けております。ですので、もし、えー、何かあれば、こういった機会をぜひご利用ください。詳しいところは、ね、本校の方にでも聞いてください。ということで、私の方のガイダンスは以上になります。最後ままでごご清聴ありがとうございました